クセニア・ボリソブナゴ・ゴドゥノバは、ロシアのツァーリーであるボリス・ゴドゥノフの娘、母は、マリア・スクラート・バベリスカや、ヒョードル2世の姉でもある。クセニア・クセニアと、父・ボリス、母・マリア、弟・ヒョードル西欧文化に、関心の高い父、ボリス・ゴドゥノフの影響で高度な教育を受け、なおかつ大変な美人であったと言われ、その評判も高かったという。1598年。 父ボリスが、ツァーリに即位すると、彼女は、王女となり、サレーブナの称号を有するところとなった。1600年に、スウェーデン王エリク14世の息子、グスタフ・エリクソン・バーサと婚約したが、グスタフの不貧困が原因で破談となった。ついで、1602年にシュレース・ビヒホルシュタイン公で、デンマーク王子のヨハンを二人目の婚約者として、モスクワに迎えたが、ヨハンは、 結婚も偶然に病死してしまい、クセニアは未婚のままであった。1605年、サーリを戦勝する反乱者ニセドミトリー一世と戦っていた父ボリスが死に、弟のヒョードル二世が即位したが、ゴルノフ家の求心力は急速に衰えることとなる。そして、ニセドミトリーがモスクワに入場し、サーリとして迎えられると、クセニアの母マリアと弟ヒョードル二世は殺害された。 偽ドミトリー一世紀の前に引きずり出された、クセニヤクセニヤは命を助けられたものの、処女だった彼女は、偽ドミトリーに強姦され、5ヶ月にわたって私として扱われ宮殿で、慰み者にされた。そして偽、ドミトリーの婚約者、マリナ・ムニシフブナが到着する直前、ベローゼロの修道院に追放され、オリガという名前を与えられ、修道所としての誓いを立てなければならなかった。 その後、クセニアは、修道所として、家族の母体を弔い続け、1613年に、ロマノフ朝が成立した後、1622年8月30日に、死亡した。プロスペルメリメの著書、ニセノドミートリーに、以下のような描写がある。事実、婚約者とその家族の者には、莫大な贈り物を、携えて、ブラシエフが、クラコビーに急行し、 ロシアへ向かって出発するようにと促しているのに、皇帝は公然と女と一緒にクレムジングにいたのだ。その女こそ誰あろう、ボリスの娘くせに嫌なのだ。当時の人の伝うるところによると、クセニアは非常に利口な娘で、色は抜けるように白くほんのり紅ないが差し、漆黒の輝く目を持っていた。眉は迫っていたが、金星の取れたいい体をしていて、 まるでクリームに使ったような白い肌だった。火の打ちどころのない人柄で、書物の人物よりも上品に話をした。その声は鈴を振るようで、彼女が消華を歌うのに耳傾けるのは、聞く者の,の喜びであった。現中、当時のロシア人の美人感がいかに東洋的であるか、よくわかる。迫った眉は、今日、 トルコやアルメニアの女の美人としての特徴で、墨で描いてまでそうする。この美貌がクセニアの宿命となった。彼女は母と弟の死を目の当たりに見て、まずある僧員の中に逃れた。ある年代記作者のことによると、彼女はムスチスラブスキー公爵の邸内に身を隠したとも言われている。ついで彼女は一家の敵の宮殿に入り、そこで数ヶ月間、 彼女は皇帝の過去女名となった、おそらくこれはゴルヌフ家の大部分のものが除名され、中には治ぐさえも受けるに至った、そうした皇帝の人事に彼女が打たれたからでもあろう。彼女が彼の誘惑に負けたか、または近代の多くの作者が主張するように暴力で犯されたか、その辺のところは今日これを実証することは不可能である。またドミートリーが、 捕虜の女の美貌に見されたか、あるいは、情けを知らぬ勝利者の常として、成り上がり者の虚栄心から彼女を生贄にしようと、いわば復讐心のようなもので敵の家族を汚そうと、したのか、それもはっきり格闘を与えることができない。しかしながら、しばらくの間、クセニアが彼の上に、大きな勢力を持っていたことは確かであって、それに対してムニーセックは、警告をし、皇帝に対して、 不満のよう示したほどだった。ドミートリーがこの捕虜の女と手を切ったのは、マリーナがモスクワに向かって出発したとの方に接してからだった。彼はクセニアを当時の習慣に従い、一寺院にやった。彼女はオリガという名で、モスクワのサンサージ僧院の二僧となり、1622年にその寺で亡くなった。ありがとうございます。